2021年12月8日水曜日午後5時の生放送です。皆さんこんにちは。今日も生放送をやっております。ですね、クリスチャンシンあクリスチャンシンじゃないや生放送の第1部は何でもかんでも私がですね面白いなと思ったのはネタ帳がありまして、ネタ帳にいろんなこと書いてねたくさん書き溜めてるんですけども、その中でねどれをやろうかなっていうのがね、700年前のコインを見つけた話とかね、ロシアの隕石落下跡地に3000年分のダイヤモンドが眠っているとかね、こういう記事を発見した時にはね、あこれはすごく面白いと思うんだけど、改めてノートに書いてるのを読むとねさほどでもないかもなとかってね思ったりしまして、なかなかこういうのって難しいですよね。ちょっと待ってよ、今ね公開設定が、でも見てくださってる方が数字が4とか5とか出てるっていうことは全公開になってるんでしょうかね。ちょっとこれがね時々その友達しか見れないとかね、ひどい時は個人しか見れないとか自分しか見れないっていうね、全公開になってますね。岩塩の崖とかですね、名古屋の巨大マネキン、この話はしたんですよね。宇宙戦艦ヤマトをエレクトーンで弾くとかねすごいねうまかったんですよ。だからカラオケになってるからそれを歌うっていうのもありかな。でもね宇宙戦艦ヤマトをね歌うなんてねあまりにもベタですよね。誰も源に到達することができないミステリアスな古代の源泉とかね、物理の法則に反して電気は通すが熱は通さない物質を物理学者が発見、熱を空に向けて放出し電力消費ゼロの都市を全力消費ゼロで都市を涼しくするとかね、物理の法則に反して、あとね虎ノ門の砂場、虎ノ門の砂場、これこういうビジュアルネタでね、あのね砂場っていうのはですね幼稚園にあるやつじゃなくてお店の名前なんですね。で天ぷら屋さんでその今ビル街にガーッとなってるね高層ビルに挟まれて2階建ての木造の日本家屋がね佇んでる、これがなんともシュールな絵でね、それをこう見つけまして、これブックマークしてますのでちょっと開きますわ。砂場ね、虎ノ門って言ったらね東京の中心街の一つですね。ブックマーク、ブックマークマネージャー、砂場って入れたら出るんだったかな、砂場、あった一つ目はねこうビルの中に砂場があるっていうね、そういう写真ですね。これ画面のひっくり返しをボンボン、まあこういう絵ですよ、こういう、これですね。ですからここ隣にビルがねガーッと立ってるじゃないですか。でここにあるこの木造の建物、もっとこう寄ってみましょうかね。こう信号があってね、交差点があって、でこの木造家屋ですよ。でここにねのれんがね
砂場ってこうね、玄関ですよ。うん、粋な黒部みこしの松じゃないですけど、なんかそういう歌に、こういう瓦屋根でね、2階建てのね。で、これをぐーっと引きますと、なんとこれが立ってるのがこういう場所だっていうね、ビルが隣にガンガンと。ね、隣にっていうか、ここも囲むように立っちゃってる感じですね。で、これよく見るとここにね、蔵みたいな建物があって、実はこの砂場とつながっててね、こっちに厨房があったりするんですよね。で、その、防振対策とかしてですね、このもう、おんぼろぼろに見える建物ですけども、実はもう新築するのと同じぐらいかね、新築するよりも金をかけて、防災対策をね、施して今の砂場があるというのをね、別のサイトで見つけましたので、その記事をね、ちょっと見ていただきたいと思いますね。ちょっと時々ね、私の方にカメラを返さないと、こうなんですね。今が5時5分ということでね。で、砂場が、をやった会社が、立つっていう会社みたいですね。株式会社立つ。ね。で、その自分たちの、建築工事の実績。砂場厨房相手、相手ってのはアルファベットの I で、I さんのとこ。だから砂場の店長かね、オーナーのお店なんですかね。そういうことです。で、こう、ぴょっとひっくり返しをいたしまして、間違って押しちゃった。バン、バンということですね。由緒ある木造店舗とともに伝統的な空間を形成する都心の、まあ、オーナーズビル。ビルっていうことはこっちの方ですね。こう、蔵に見える方で、ここに説明文があったわけです。で、新築のビルだが、表側の店舗ってのはこれですね。これと別物っていうんじゃなくって、この一角が砂場というコンセプトでね、成立するように、由緒ある木造建築と並ぶ蔵っていうようなイメージでお作りしました。蔵っていうイメージ、ここに蔵がね、この砂場の本店ね、玄関があるところに並んで蔵があると。で、この中は厨房が1階にあって、で、そのオーナーの住むところとかね、うん、これはその住居部分でしょうかね。うん、これそうですよ。で、こちらは参考画像で、その店の方の店内。で、こちらの方もだいぶその工事を施して、防災工事をやって、そのあと90年はね、また使えるかな。ちょっとひっくり返しがね、こう来てですね。というようなことが書いてありました。ごめんなさい、ピーナッツのね、皮がね、引っかかる。1階が店舗の厨房で、2階以上が住居スペースで、というようなことでね。で、砂場ってのは明治から続く由緒ある、だから空襲と、それから関東大震災と、戦災とね、関東大震災を生き残ったお店だということですね。うん、で、立地条件がよく、まあ土地をね、売ってくれないかっていうのたくさんあったけど、結局ここのお店を守っていこうっていう結論になってね、さっきご覧いただいたようにビルにガッガッと囲まれてですね、でね、まず建物全体を 1.5 メートル引き上げて吊り上げたっていうこと。地盤改良、新しく土台をね、作り直して、で、店内の基礎とか1階部分は鉄骨などを取り除き、前はなんか補修するのに鉄骨を使ったりしたんですかね。それを逆に取り除いて何もない状態にして、根だ組みを交換し、柱や梁を新しくしたと。設計者によるとね、2階はほとんどそのまま、で、1階はお店から要望のあった一部の柱の再利用、
以外は3階など建物の別にの場所にあったものを転用したり新しく作り直したりしたと。で、改修というよりむしろ、まあ、新築当初、明治時代に作られた当初の姿に戻すというようなね。あ、でその道路拡張工事っていうのはこれからね予定されているので、3尺で90センチ建物の大きさを引っ込めたということですね。将来的には表側が4メートル後退する可能性もね展開によってはあるので、それでも対応ができるような、あ、そういう改装にしてると。で、建物の耐震工事で今後80年は大丈夫とね、所長の小坂氏ということですね。で、費用は新築工事の場合とほとんど同じ、うん、ということでね。だからもう日本はそのすぐにね、まあ、震災で壊れたりとか戦災で焼かれちゃったりとか、地方都市でもねもう戦災あって、もう諸行無常で建物なんてね落っ壊して新しいの建てようっていう考え方が強いですけども、古いものを大事にするね、その石造りの建物が主流のヨーロッパなんかはそういう路線ですよね。で、日本はやっぱり木造の家屋だからっていうこともあるんでしょうか、もう壊しちゃってって、本当惜しいことですよね。残ったものを、生き残ったものをわざわざ壊して新しいものを建てるっていうのはね、本当に残念な気持ちですね。それがこの砂場の店長さんはこの、残してですね、新しいのを建てることができるのと同じお金をかけてね、これを残したい。だけどいいと思うんですね、商売的にもね。すごいやっぱりこれここで食べたっていうだけでね、なんか美味しいなっていうようなね感じがするかもしれませんね。まあブログでさっきの一番最初に見た、あ、このブログのはブログあるか個人のブログからねお借りしたわけですけども、年越しそばをねこの砂場で食べようで、年越しそばは相当な人数が、まあ、混んでるんじゃないかなと思って1時か2時頃に行ったけど、相当2時に来たんだけどゾロゾロ並んでる。でこうディテールをねいろいろ鑑賞しながら回って中に入ってね、あ、2011年登録有形文化財っていうことにねなってるんですって、この大阪屋砂場っていうお店ね。で最も奥のテーブルに陣取って、まだ昼だけどビールでおつまみはお新香と長芋山椒、長芋を吸ってその上に山椒、なんかねわさびみたいに見えるんだけどね、山椒って言った、うん、そしていよいよ天ぷらが中心に鎮座し、様式美さえ感じさせるシンプルな姿の温かい天ぷらそばの登場っていうことでね。でこの天ぷらが熱々な揚げたてでね、うまかったっていうことですね。いつも食べる社食とかね駅そばは作り置きで、冷たいのでつい癖が出てっていうことでね、行列で冷えた体がに温かさが染み渡ってね、もうたまりません。ちょっと写真をね映しちゃうか、これね、ちょっとこういうね天ぷらそばですよ、砂場さんのね、こういうことでね。ね、もう年越しそば、そろそろ年越しそばとかね、お雑煮とかね、おせち料理っていうのをね、気にするような年になってきましたね。だじ、そういう年の押しつまりになってきました。で、そういうわけで、第2部ドンと行きまして、クリスチャン新聞、タイムスリップね、今70年代に行ってまして、で、70年は、まあ、万博っていうことでね、万博が3月15日から9月何日かまでやって、でその期間のねクリスチャン新聞チェックするんだけど、万博キリスト教館のね記事ってね、竣工式があった以降ねどうもないみたいなんですね。ここでこんなエピソードがあったとかね、
載ってた、いや、キリスト新聞を見たらきっと載ってるのかもしれませんが、クリスチャン新聞の方は載ってない。それでね、あの万博のことにも明日触れるかどうか分かりませんので、万博の話でそのキリスト教館っていうものがね、どんな展示だったかってネットでだいぶ探したんですけどね、ほとんどないんですよね。で、万博キリスト教館って言ったらもう反万博闘争にもう飲まれちゃって、その70年大阪万博キリスト教館って言ったらね、反万博闘争絡みの記事ばっかりなんですよ。で、ちょっとそれもね、なんかこうバランスが取れてないんじゃないかな。で、これ調べてみたらね、あ、こういうところはもうちょっとその中身がこういう見るべき点もあったっていうのをね、やっぱり歴史としては残しとかないといけないんじゃない。これがね、万博キリスト教館、正確にはバチカン市国日本万国、参加者が、バチカン館っていう名前もあるけども、まあ、キリスト教館。これ、大阪万博記念公園のね、公式サイト。だから、これが公式名称なんですよ。キリスト教館。で、参加者がバチカン市国ね。それから、日本万国博キリスト教館委員会っていうことで、こちらがそのプロテスタントとカトリックとね、日本のカトリック教会とプロテスタントの有志。それから、バチカン市国が一緒にやったと。で、テーマが、目と手、人間の発見。建物がね、焦げな建物ですね。正面は正三角形で、鉄骨、鉄筋、高さ15メートル、3つの湾曲した屋根。ね。教会堂様式の独特な建築構造を取り入れて、教会内の雰囲気になっていると。で、地上1階のホールの写真がね、ないね。ちょっと他のサイトで見ましたけど、で、あの半地下とか地下とかね、で、そこがこう、まあ、こっちにね、チャンネルじゃないや、あれを返してもらいまして、ドンドンドンと、ああ、入り口にこう信仰希望愛を象徴するね、バチカン出展の大理石像、これがラファエロかなんかで別のところでチラッと見たような気がする。で、信者たちが迫害を避けて集会に使った地下墓所、カタコンベに似たジグザグの地下道。そういうコンセプトなんでしょうかね。これはまあ、あの、第三者がレポートとして書いてるもんですけども、まあ、リリースとしてはそうだったんでしょう。カタコンベっていうね、言葉があったんでしょう。で、誓いの部分ではね、人間の、日本人の日常生活の中に差し込んでくる悲しみの影を追い、人間の真の喜び、生きがいの解決、生きがいはどこへ行ってしまったのか、ね、という問題提起の組写真、日本人の悲しみ、だから写真パネルが展示されてたんですかね。で、その解決の象徴っていうことは、日本人の悲しみの解決の象徴として、まあ、ブロンズ像のノアだとか、世界の破れを担うキリスト、ね、木彫の聖母子像、ね、というようなね、そういうものが展示されている。で、次のコーナーでは、一人一人の課題を問題提起した、まあ、社会正義を訴える組写真、ね、社会正義を訴える組写真。だから、いろんな社会問題の現場、世界においていろんな社会問題、それに取り組んでる現場を示しながら、私たちは何をしなければならないかということをね、示した。だからもうお祭り騒ぎでね、楽しいね、一辺倒のパビリオンではなかったと、だから反対派の意見もある意味では意識してそういう展示になったのか、そこの消息は分かりません。また展示の内容がね、どういうものであったかっていうのもね、だいぶ探したんだけどね、出てないんですよね。やっぱりこういうのもね、残しとかないといけないんじゃないかなっていうような気がしますね。で、地上ホールの聖なる空間は、まあ、キリスト、多目的ホールでね、キリスト教の3つの神母に囲まれてる礼拝の座、演劇の舞台、ね。で、その新約聖書の最古の写本、バチカン写本の複写や、
パンザラと杯などの芸術品と、パイプオルガン。このパイプオルガンがね、他のサイトでチラッとキリスト教会に出てる紹介ではね、竹のパイプオルガンって書いてました。竹のパイプオルガン。ね。それが売りだったみたいですね。見に来る方は、竹のパイプオルガンっていうのは珍しい。っていうので見に来るとね。そういう具合。で、そのクリスチャン新聞は、万博キリスト教会についてね、ざーっとその前後、閉会式、開会式の前後を見たんですが、どうも載ってないっていうか、載せないっていう方針だった。まあ、取材しなければ載らないからね。あるいは、近くに住んでる人はレポート、なんかレポートする人も、なんか、だけどね、万博に対するね、批判の記事がこれはっきり出てまして、それをちょっと紹介したいと思いますね。クリスチャン新聞の、その万博に対する、評論っていうことがね、これ載ってますのが、2月8日号、2月8日号、1970年2月8日号で、万国博で人は何を失うか、なかなか強い見出しですよね。失われたテーマ、進歩と調和。進歩と調和っていうのは万国博の、テーマとしてね、掲げられてるけども、進歩と調和って歌ってるけどね、こういうのはもう失われてるじゃないかって、根高主義の祭りとかね。なかなか、論説というわけでもなくってね、なんか指針っていうコーナーをね、論説に該当するのかな、その辺ちょっと調べてないから分かんないんですが、その中身をね、紹介しますと、こちらにこうあれを返していただきまして、ポンポンポン、まあね、万博まであと何ヶ月、1ヶ月ということになった、その時期でのクリスチャン新聞の論説的な文章ですね。で、会場の広さとかね、330万平方メートルね、甲子園球場が83個すっぽり入る大きさっていうことなんですよね。でね、この記事がね、キリスト教官のことはね、一言もまあ、触れてないんですよね。悪くも書いてないし、良くも書いてない。もう存在自体、そしてね、太陽の塔について、太陽の塔に入って、まあ、プレスね、マスコミに見せるっていうのはあったんでしょうね。それで入って、まず人類の過去、テーマ感ですね。太陽の塔の中のね。人間の腹渡の世界、ね。人間の根源を探ろうとしてる。で、混沌の中から生物が生まれたということを暗示してね。というようなことでね。で、そこには人間の進化を示す巨大な生命の木がある。ね、太陽の塔の中上がって塔の上からね、なんとかかんとかで、進歩の世界が繰り広げられている。で、そこで人々は輪廻の道といわれる長さ227メートルの円形廊下を通って4つのセクション、宇宙、人間、世界、生活の未来を見るとね。そしてエレベーエスカレーターに乗って母の塔へ帰り、テーマ感を出ると。ね、混沌とした世界の誕生、進化、人と人との出会いと住み、未来観を支える理念は、輪廻の思想でね、そして、母の懐に帰っていくって、そんな具合でね、人類の歴史の現在、過去、未来が語られる。だから非常にまあ、やっぱり批判的にその次書いてますね。太陽の塔は一体何を意味してるのか。このプロデューサーの岡本太郎はね、意味なんかあるか、わからんところがいいんだよ、わかってしまってはね、何にも頭に残らんだろう。まあ、なるほどそうかもしれない。
だからそれだけにこのテーマ建築家にはね、科学者や芸術家たちの独善が目立ちはしないか、まあ、かなり批判してますね。あ、人間の根源ね、アメーバ進化の思想、で未来っていうことに関して輪廻の思想ね、そして人間の帰するところに母体ね、それがかつてテーマ委員が語っていたこれまでの日本にも当然世界のどこにもない1970年の時点で日本が初めて開く個性ってまあ、言ってたわけだけど、その実態はこれなのか。でそこには何でもいいから楽しもうという日本人のお祭り意識を一歩も出ていないね。まあお祭りもいいけど、そこを一歩も出ていないっていうことですね。出ていない根高主義、何でもかんでも、もう混ぜこぜにすればクソもミスも一緒っていうね、根高と調和を一つに見る。あ、調和っていう言葉を根高と間違ってるんじゃないかという鋭い批判ですね。日本人の精神性の貧困をいたずらに表すということになってはいないかということですね。うん、太陽の塔を見つめる私の目にふとね、ギリシャ時代のゼウスやアポロの影響、アテネやアフロディーティの彫像がダブって浮かんでくる。人間を理想化し、まあギリシャの彫刻ってそうですよね、人間の感情と理念を美しい力強い肉体の中にまあ凍結したあの人間の容姿ね、芸術をそこに見るね、でそして迎えたルネッサンスに人間は羅針盤と船を得て、まあ、大航海時代に入っていったね。ルネッサンスは人間の彫刻をこそ作らなかったが、まあ、理性が巨人となっていく、その結果っていうのは戦争の悲惨流血だったのではないのかということですね。そういう黒く沈んでいる人間万歳の思想が70年の日本万国学テーマ館の中に息づいてるように思えてならない。まあいろんなメディアが書いた中で非常にきつい方のね批判でしょうね、万博批判。だからクリスチャン新聞としては、でキリスト教会についてはね、評論をあえてしてないわけですね。それでそのですね、昨日も言いましたけど、万博を機にやっぱり伝道しようぜっていうことで、万博の名前をいただいてるけど、あの万博のイベントではありません。だこれ、まあ、やったニュースですね、クルセード、こういうのね、万博より素晴らしい250人が決心、人生の目的を見出す市民。だからさっきの評論だったらね、そんな太陽の塔の中入ったってね、人生の目的なんて考えることにはならないね、大敗し人間万歳っていうだけだっていうね、それからその記事がね、もう28分もう一つね、そのクルセードの記事が開いてあって、これね、総動員伝道四国から始まったって、それの記事は今日はちょっとそこまで、大阪万博クルセード協力協会90協会を超える。だこっちのは非常に細かくね、細やかに伝えてるわけですよ。で万博キリスト教会は、まあ、遠藤周作さんのね話を書いてね、呆れちゃったのかどうか、まあねそういうことでね、28分回っちゃいました。でお聞きになってるあなたに、天地を作りになった誠の神様からの豊かな祝福と守りと導きがありますようにお祈り申し上げつつ、今日の生放送ね、これにて失礼させていただきます。なんかね、あったかい天ぷらそばがね食べたいですね。コメントがね見れないそれでは失礼いたします。